えこちらの現場、時折強い風が吹きつけています、えー、こちらのマンション、屋根が剥がれてぶら下がってしまっていますマンションの一室の窓を完全に覆ってしまいました午前9時半過ぎ、屋根が剥がれて飛びそうだと警察に通報がありました。札幌市西区西町のマンション屋上にある断熱防水材が強風で剥がれましたがけが人は出ていません雷だと思って だかあまり気にしなかったんですけど、まさかこんなことになってるとは思ってなかったです。今日は前線の通過に伴い、全導的に風が強まっていて、札幌では午前9時ごろ、今年一番の強風となる最大瞬間風速27メートルを記録していました。強風は夜まで続くため注意が必要です。